こんばんは、坂亮です。ツバメノートに試し書きをするシリーズ3回目です。1回目はゲルインクボールペンで、2回目はユニボール1で書いていきました。3回目の今日はですね、こちら、エモットですね。これで試し書きをしますが、2本だけではありません。5本セット3種類買っています。ちょっとね、スタイリッシュすぎて、そのカラーなんだっけ、その5本セットの名前があるんですけど、どこにもね書いてないの何を買ったかな、なんですけど、はい、後で調べて概要欄に書いておきます。で、そう、スタイリッシュすぎてね、色の名前も書いてないんです。番号しか書いてないので、この公式のラインナップ一覧表を見ながら色の名前を書いていこうと思います。はい、では行ってみましょう。まずはこのバラで買った2本ね、19番と71番。19番、下敷きをしないとちょっとあれだね。はい、19番は、エモットはね、わかるかな、めっちゃ細いんです。はい、でインクがね、残ってるのか残ってないのかもわからない、もっと細い。エモット、19番はダークイエローです。はい、そして71番、71番はターコイズ。はい、で次はどれにしましょう。これにしましょうか。この5本セット、よいしょ。はい、まずは46番、あれ、はい薄いな、これ。46番はエクリュ。これはね、文字を書くのはちょっと辛いかもですね。はい、そして44番、はアッシュローズ。これもちょっと薄い色ですね。そして81番、これも薄い。81番はシーフォグ。そして50番、
を見て結構濃ゆいのかなと思ったけど、そうでもなかった。スレートブルー。はい。はい。そして79番。79番はサックスブルー。はい、じゃあ次に行きましょうか。その前に、はい、はい、こんな感じです。ダークイエローとターコイズは割とね見やすい色ですが、その後のこのね5色はどちらかというと薄い感じの色ですね。はい、裏写りはというと、はい、こんな感じです。ダークイエローはダークイエローって読めてしまいますね。ただ色が抜けてるってことはないかな、うん、はい、下敷きをするとそこまで気にならないですね。はい、じゃあ次行きましょう。次はこれ行きましょうかね。はい、まず29番。なんでこれは抜きにくいのかな。29番はコルク。そして45番。45番はベージュ。はい。そして14番。14番はグラジオラスレッド、ん？グラジオラスレッド？グラジオラスレッド。グラジオラスって最近見ないな。62番。62番はカーネーション。そうなの？なんかカーネーションって赤いイメージがどうしてもある。でこれは72番。
72番はアップルグリーン。グリーンアップルじゃないのね、アップルグリーン。まあただはいはい、近づけないとほとんど見えないですよね。はい、こんな感じです。コルク、ベージュ、グラジオラスレッド、カーネーション、アップルグリーン。グラジオラスレッド割と好きな色かも。はい、こんな感じで裏写りは、はい、まあ淡い色が多いのでグラジオラスレッドがちょっと透けて見えるかなって感じですね。下敷きをすると、はい、ほとんどわからないです。はい、では最後の5本セットいきましょうかね。はい、最後のセットはね、そんなに薄い色じゃなさそうな感じですよ。はい、じゃあ行ってみましょう。35番、これ美味しそうな色だと思ったらアメジストだった、宝石じゃん。きっきりブドウだと思った。はい。12番。12番はバイオレット。そして37番、37番はグレー。はい、7番、7番はカーキグリーン。はい、最後22番、22番はダークブラウン。はい、ちょっと近づけますね。はい、こんな感じです。この5色は割とはっきりした発色、薄い色ではないですね。グレーもね。アメジストは、まあ、赤紫。バイオレットが青紫って感じですね。はい。で、カーキグリーンはちょっとこう、くすんだ、緑って感じで。はい。これは割とね、文字を書きやすい色だと思います。じゃあ、裏写り。色移り
どうかな。よいしょ。はい、まあ五色とも濃ゆい感じなので、はい、こうですね、色が抜けてるってことはないです。で下敷きをすると、はい、そんなに気にならなくなりましたね。はい、はい、というわけで今日はね、あのユニ、三菱ユニのエモットで試し書きをしてみました。違うね、順番間違った。まあいいか。あれ、はい、これはね、買ったものの私がちょっと取り出しにくいところに収納してしまって、なので普段あんまり使うことがないです。文字を書くというより色を、あのスタンプをした後の色を塗ろうかなと思って買ったんですけど、まあそのまんまって感じですね。はい、使っていきたいと思うんですけれども、まあちょっとね、細くて私太軸が好きなのでちょっと握りにくいっていうのと、まあキャップがなんかね開けづらい、こうやった時にビッてやりそうなのと、あとまあもちろんなんだっけ、インクは詰め替えとかじゃなくてこれ使い切りなんですけど、あのいつまで書けるかがわからないっていうのがちょっとねデメリットかなと思うんですが、まあ、スタイリッシュ、あとそうね、その色の名前がねわからないっていうのがねありますけどね。はい、書き心地は全部良かったです。特にね引っかかりとかもなく、あのスラスラサラサラ書けました。まああのエモットってそのゲルインクとかではなくて水性ペンですよね、確かね。そう、確かに色鉛筆と水性ペンがあってサインペンですね。これは私が買ったのはサインペンの方で、あとのもう一つデメリットなんですけど、50色あるのかな今のところで、10色セットっていうのと5色セットっていうのと、あとバラ売りっていうのがあるんですけど、今もそうなのかな、50本全部バラ売りしてないんですよ。なのであの5色セットを買わないと入っていない色とか、10色セットじゃないとない色ってあったかな、これなかったかもな。40色セットっていうのあるんですけど、そう、それがちょっとね、あのバラ売りさせてくださいよって感じなんですけどね。はい、まあそれは置いといて、うん、で、あの濃ゆい色に関しては文字を書くのもいいかなって、はい、思いました。はい、裏写りもねそんなに気にならないですし、濃ゆい色であっても下敷きをすれば大丈夫っていうことも分かりました。はいね、というわけで今日はエモットで試し書きをしてみましたよ。はいはい、はい、最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメント、とても嬉しく励みになっております。今後ともよろしくお願いいたします。それではまた。